こんにちは、福山一恵です。有料カウンセリングを受けて幸せになる方法のカウンセリングを受けてきました。第4回目、先生のお話を聞いてくださいね。これは何が言いたいかというとですね、あの1分の動画を見たときに、あの動画が今からまだ続くのかもわからないし、そのユーザーさんがですね、どう対処していいかがわからないですよね。もちろんそのブログを読んでくださいって、ブログを読めばわかるんでしょうけども、なんかもう読んでもらう、読むのが当たり前みたいな、その無意識の発言が出てしまってるんですね。やっぱり1分もあれば、ね、もう少し聞いてる人、見てる人に対してのその配慮というものが、僕は福山さんだったらできると思ってるんですね。もう少し説明ができると思うんですね。こう、あれって何本かのシリーズにするつもりなんですかね。あのね、もうね、3までね、3番までね、してるんですよ。あれね、まずああいうのをもしシリーズにしようと思った時にはですね、ノートに自分の中で第1回目から、まあ例えば5回目までするとするじゃないですか、そしたらそのストーリーをですね、箇条書きでいいんで、1回目はこれ、2回目はこれ、3回目はこれ、4回目はこれで、5回目はこれっていうふうにして、でその時点で僕に相談をした方がいいと思います、でまずそのこれ5回、まあ例えば5回目までのシリーズがあるとして、これ5回目まで考え終わってから3本取ったんですか、それとも3本取ってからあと何本かは考えるんですか。どうでしたか。こういうふうに今私は YouTube の練習をしているんです。いつも聞いてくれてありがとうございます。これからも先生のアドバイスを受けながら、もっともっと練習してうまくなれたらいいなと思っています。それではこの辺で、福山一恵でした。